はい、お疲れ様です。今日もね、オリエンタルカリア動画を撮っていきたいと思います。はい、今日はですね、これが来てますよね。無料このどっから行くんだ、これ無料リセットがね来てるんで、まあこれまでね無課金でやってきて、まあいろいろね英雄は育てていているんですけど、ちょっとこれを機にですね、これはちょっと育成っていうか突破石いらなかったなみたいな英雄から外して、今のねスターティングメンバーちょっとね考えてみたいなと思います。はい、で今自分が取っている英雄こんな感じです。 UR5 がね結構まあまあ無課金ですけどいます。諸葛亮、朝鮮、脅威、諸葛家、王元気、大挙、芝居、高孫さん、帝保は UR1、各家が5、宗神、加工トン、保連氏、両武器、炎章、UR4、多いですね。はい、で他の SSR のかけらの感じは、曹操が、まあ、UR にできる、周囲もできる、孫策はまあまあありますね、これ。あの、一番初めに、の時に孫策育てようとしてたんですけど、まあ今はね、もうそんな気もなく、かけらだけ取ってたって感じですね。あとはこんな感じ。チャプター1はほとんど星が上がってなくて、3になってくると、高順が5。女性が一応 UR になるのか。で、劉備がもうちょいで UR。はいはいはい。で、R と SR キャラはすべて、UR 待ちかな、これね。まあそんな感じですね。はい。で、この中で、まあ実際ね、使ってるものと使ってないもので、まあ大体使ってるんですけど、あんま使ってないよってやつがいるんで、ちょっとそれをね、ご紹介したいですね。で、自分のまずね、メンツ、まあ芝居編成で見ると、まあ当初、あの芝居耐久で作ってたんで、まあこういう感じですね、落ち着いてるのが。最初、加工トンも入れてたんですけど、まあ、調整のところに加工トン入れてたんですけど、ちょっと玄武の問題があって、調整にはね玄武をねつけておきたくて、あの限界調整とかでいちいち取り外すのは面倒なんで、ちょっと加工トンは今ね玄武も外して、抜いてます。でこんな感じ。まあこれはまあまあ普通に強いですね。うん、ただこの諸葛家が出てくるとどうしたいかっていうと、まあいろいろ試した感じ、こっちのがいいですね。まあ脅威火力にしといて、諸葛家諸葛亮で気力のマネジメントやりつつ、朝鮮のワン、運ゲーと、王元気。王元気がね強い。これね、後で王元気と芝居の比較する動画みたいなのが作れればね、やってみたいんですけど、王元気がね強い。あの、サンガで、急に注目を浴びてるんですけど、強いですね。ちょっと半周年ガチャの時はいまいちな感じがしたんですけど、ありですねこれね。うん、でこのね、今芝居編成よりもこの諸葛家を含んだ編成っていうのが、自分のねメインパーティーというふうになってます。で、ゲームこんな感じで、まあ、朝鮮と大凶にはつけてて、他、あの、専属ゲームいらないんで、本当はね、あの、芝居とか、なんだ、使ってないやつから、この脅威とかの支援の方もね、振り分ければいいんですけど、ちょっとね、ゲームが足りなくて、一時も変更するのがめんどくさいんで、ちょっとこれで運用してます。はい、そんな感じで、まあ今無料リセット期間が来てるということで、突破石に虹をね回収して、あの R と SR のキャラで UR5 にしてみてね、使用感とかいろいろねちょっとでやっていきたいんですよね、この年末は。うん、なのでちょっと回収する英雄を選びたいんですけど、まあそう、今見せた第1陣第2陣の英雄は外さないですよね。でね、高孫さんも、あの、いいんで外さない。で、帝保はいらないっすね、これ。帝保は、なんで取ったかっていうと、小尺パーでも何でもないんですけど、
あのスキンゲットの時に脅威のスキンかな、うん、チャプター2の英雄でっていうのでやりました。これ UR にしたんですけど、いらないんで解除。敵を欺き、はい。であとは大凶芝居コストさん書くかね。これもね結構使えるんですよ。うん、これも使えて原部も持ってるんでこのままにしとこうかな。加工トンは原部ねちょっとね取り上げちゃったんですけど、突破石は与えておきたい。今後もねやっぱ原部戻して使ってあげたいんで、まあ原部が少ないっていうのもあるんですけど、まあ、突破石はあげとこうかな。で両武器いいでしょ。で炎章多い、炎章多いも炎章に関してはむしろね UR5 にしたい。あの奇策限界挑戦の常連なんで、これはね突破石虹も増えてきてるんで振り分けてあげたいですね。王位も、同じような理由で原文も持ってるし、このままということで。ホレンシですね。ホレンシがねやっぱあの回復キャラなんですけど、とは言ってもね結構脆いし、回復量も、まあ、通常攻撃に反応してやるんですけど、王元気の回復がね凄まじいんですよ。だからちょっといらないかなということで、これねリセットしましょう。はい、ということで今持っている英雄こいつらは一応、まあ、今後外す予定はないと思うんですよね。逆に言うとここにいる英雄は育てても後悔はしないという感じです。はい、無課金の場合ですけどね。うん、逆に今後突破石が今18個かな、18個あるんかなね、18個だね、18個あるんで、まあとりあえず UR1 と UR5 は作れるから、そうすると何に振り分けていきたいかっていうと、まあ曹操はやっぱり限界挑戦奇策使っていくんで UR どんどん上げていきたいです。5まで上げていきたい。で原部持たせたいですね。あとはね遠征英雄はもうね無理なんですけどね、育てられないから。で本当はロシクね、ロシクとかバウン力とかこの辺がね欠片が取れる状況であればもちろん突破石上げていきたい。同様な理由で総比もそうだし、光順もそうだし、東博もそうだし、まあ遠征英雄は結構ね使いようがあるから。あとはね、なんといっても劉備、諸葛家の前に置きたいんですよね。諸葛家の前には男を置いた方が、ようでしたっけ、気力をね、全員に通常攻撃で回復していくっていうやつが発動するんで、まあいずれにしても UR5 にすれば両方発動するんですけど、最初はようしか発動しないから、気力攻撃2回でしたっけ、2回打ったら陰と陽が両方なんですけど、そういった意味でやっぱ劉備ね、これは使いたいんですけど、まだまだ遠いですね。欠片が足らない。あとはね、どうだろうね。あとは核とか、そんなもんかな。長領。この辺もゲームが出たらね、長領ね、熱いんじゃないかなっていうので。まあ今後ね、SSR のかけらを何にするかっていうところで、今は曹操と劉備と、何にしてるんだっけな。曹操と劉備と、核かな。もしくは長領。この辺にしたいなと思ってるんですけど、まあそれよりもね、今試したいことは、この下にいる UR 待ちのこの低レアリティ、もともと低レアリティのキャラたちですね。これをね、片っ端から UR5 にして、ちょっとね、使用感の動画もね、今後上げていきたいと思うので、まあ今日はね、突破石を外して、これまでの振り返りと、まあ今後のね、方針ちょっと考えてますけど、ぜひね、その辺もね、この低レアキャラたちの、うん、突破石振った状態もね、動画にしていきたいと思うので、ぜひね、コメントや、チャンネル登録も、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日はね、こんなところで終わっておきたいと思います。お疲れ様です。